おはようございます。ピロリです。今日はですね、大阪に出張に行くので、その日の一日をね撮っていきたいと思います。はい、今はね娘を保育園に送っていて、でこの後私は駅に向かって新幹線に乗っていきます。行ってきます。バイバーイ。座席の指定それが指定席となります。お邪魔しました。着きました。寒い。おはようございます。ピロリです。はじめまして。身長。あ、意外と低い。すごい。え、ちょっと2人で一緒にやる。すごい。確かになんか太さで言うと明日のショート動画撮影用のグッズを運んでます。このねショート動画に赤ちゃんをね登場させるんですけど、さすがにこの小ささの赤ちゃんは預けないだろうというちょっと矛盾はありますが、これで撮っていきたいと思います。さっきの写真司会です。司会です。はい、本日はお忙しい中ご出席いただきましてありがとうございます。乾杯。これで運営メンバー頑張りました。はい、やっと一日が終わりました。普段は私リモートワークなので、本当にね普段会えない人たちと実際にねこう対面で話せるっていうのはやっぱりね楽しいなって思いました。はい、あと懇親会もね普通にめっちゃ楽しかったです。盛り上がりました。はい、ということでおやすみなさい。また明日。You pull your hair on the back seat. You know I like it like that. 今日ね午前中は何をする予定かと言いますと、ショート動画のね撮影を他の部署の人とやります。私はねマーケチームに所属しているんですが、営業部の方と、あとはカスタマーサクセスっていうね
別の部署の方と協力しながらやって動画を作っていきます。あ、なんかこう喋りながらすると分厚くなってる気がする。ですか。はじめまして、ピロリです。ちょっと YouTube 撮ってるんですけど、顔出しはいいですか。じゅんちゃんです。じゅんちゃん、ありがとうございました。緊張してたけど全然喋ることいっぱいあった、ね。うん、めっちゃ喋った、ね。うん、すごい喋って面白かった。ありがとう。ちなみにまさき先生は本当に保育士資格を持ってます。豚まんシュウマイ、ちまきセット、それぞれ1個ずつ買いました。あと3分で新幹線なんですけど、スタバのメロンフラペチーノがどうしても飲みたくて頼んでます。I want